浦和レッズが枠内シュートゼロで勝利した。データ解析のオプタジロー、ツイッター公式アカウントによると、浦和はアクル決勝セカンドレグのアルヒラル戦では枠内シュートなしで勝利、1-0、総シュート6本。2013年以降の同大会で枠内シュート0本で白星を挙げた初のクラブと発表している。浦和はアルヒラルに1対0で勝利し、2試合合計2-1で2017年大会以来となる3度目のアジア王者に輝いた。後半4分、セットプレーから相手のオウンゴールを誘発し、これが決勝点となっている。